SCP-517 起動中。アイテム番号 SCP-517。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-517 はサイト66の収容ロッカー51164に、戸口から表を反らした状態で保管されています。常に厚いシートで覆われています。その性質により低級収容違反の発生が不可避であるため、現在実験は禁止されています。SCP-517-1 が発生した場合、プロトコル 517-1 を実行するため、職員は直属の上司に報告することになっています。事件 517-1997-M5 SCP-517 は常に専用独房に保管されることになりました。不透明の黒いシートで常に覆い隠してください。1997年08月25日2002、現在、サイト局長の許可なしに SCP-517 に実験を実施することは禁じられています。説明 SCP-517 は運勢診断機です。高さは約2メートルで、機械式パペットと電気ろうそくがガラスと木材のケースの中に入っています。検査では同様の機械と一致した内部構造だと判明しました。上部には、おばあちゃんの未来予測、と記されたパネルがあります。内部のパペットは老婆の姿をしており、白いブラウスと青いショールを身につけています。電源コードは基板から約15センチメートルで切断されており、本来の電源コードから無理やり切り離されたように見えます。コインを投入しても反応はありません。1時間に1回、何者か、以下、目標、がパペットの視界に入ると自動的に起動します。パペットが目標の顔の方を向き、運勢カードを正面のスロットから排出すると機能は止まります。過程は完全に機械的で、意識があるようには見えません。付録の、運勢、の写本一例を参照してください。SCP-517 を起動させた人間は、翌朝現地時間1:43 AM に存在、または複数の存在から攻撃を受ける目標となります。まず最初に存在または存在たち、以下 SCP-517-1 は様々な数の繋ぎ合わされた長い腕、10から3ダースとして一つのエリアから現れます。腕は完全に肉体的で、無制限に伸ばすことが可能のようです。存在は急いで目標、たちを掴んで捕まえようとします。もし捕獲が困難な場合、近くにいる犠牲者を捕まえやすくするために腕を次々と生やします。実験 517-34C の際の D-3277 の頭部カメラから、画像は SCP-517-1 が屋外照明を破壊する前に撮影しました。1994。エリアは地下室やクローゼットのように低く、窮屈で暗い場所が通常選ばれ、攻撃をしている間どこかへ移転することはありません。すべての場合において、目標たちは捕まると SCP-517-1 のエリアに引きずり込まれ、日の出まで荒々しく叩かれます。存在はオフィスビルの換気システムから手を伸ばし天井の換気口に引き上げたり、ベッドの下に引きずり込んだり、下水口の格子から引っ張ったりすることが記録されています。妨害しようとすると妨害した人間も攻撃を受けます。犠牲者の残骸は、編集済み。今日までに生存者はいません。2人以上の人間が機械を1日に数回起動させると、全員が翌日の夜に攻撃目標となります。複数の目標を、狩る、時は SCP-517-1 は複数のエリアから発生します。しかし、この性質を見つけた実験、517-34C で大混乱が起きたため、複数回の起動を避けるための処置が施されました。実験中に SCP-517-1 の出現点と思われる場所を撮影すると、角のあたりやカメラに映らない場所から手が出現し、最終的に映像全体を覆いました。断片化された未確認の人 DNA が SCP-517-1 の出現エリアから発見されています。根元的な起源は現在不明です。付録分、運勢、SCP-517 が出した、運勢、の例。1993人間は一体何回、いい子にしなさいと言われなければならないのかしらね。1994あなたのお母さんはあなたをあれよりは立派に育てたわね。ごめんなさい、でも構成は構成よ。1994あなたはいい子になろうとしているね。もっと頑張りなさい。1994一部の人たちは思いやりを知らないわ。あなたはすぐに知ることになるわね。
1997恐ろしいことをする人は恐ろしい目に遭うべきね。あなた自身がこれを引き当てたのよ、坊や。1998すぐわかるわ、すぐに。2002何度か失敗を犯したみたいね。中には許されないものもある、そうでしょ？2002彼らは忘れたと思う？関連 SCP、SCP-517。関連職員、アグスタ、メール博士、個人、サイト、23K 便。日付、1997年08月25日。場所、保管サイト、23。1997年08月25日、13時56分、頃、メール博士、フル、は SCP-517 を新しい保管ロッカーへの搬送の監督をしている時に目標になりました。警備とサイト局長は警戒態勢を取り、対抗策を考案しました。23時30分、メール博士はボディガードとして5人の警備員と共に財団の UH-60 ブラック、ホークに登場しました。ヘリコプターは部員のカフェテリア1の屋上、ヘリポート3、8に配置されていました。セクター134からの予備警備員はブレードと警棒を装備し、また一部の職員には火器と爆弾の所持が許されました。部隊はカフェテリア1のメインフロア周辺と2階に配置され、現れる SCP-517-1 の破壊を命じられました。これは SCP-517-1 を制圧するための初めての協調努力であったため、あらゆる手段が用いられました。カフェテリア1は SCP-517-1 の発生に適した建造物ではないので、建物の周囲から現れると予想されました。SCP-517-1 によって解放される可能性のある全ての SCP はサイトの別区画に移動されました。SCP-59 の隔離所はカフェテリア1から離れた位置にあるため安全と考えられました。事件記録。23時57分、メール博士と警備員は航空輸送機に乗り込む。時5分、夜間照明は追加の投光機によりさらに明るくなる。時36分、警備部隊をカフェテリア1の内部に配置。時41分、警備部隊をカフェテリア1の周囲に配置。1時3分、武器検査。1時10分、メール博士は激しい緊張感を表す。わずかに動揺。SCP に対する知識とそれによるパラノイアが原因。1時20分、最後の手洗い休憩。1時30分、サイト閉鎖。封鎖できるすべてのドアと窓を施錠。1時43分、約18本の SCP-517-1 の腕がカフェテリア1東側から出現、発生元は約40メートル離れた先の保管センター 4B、すぐに集中砲火により破壊される。1時47分、同エリアからさらに SCP-517-1 が出現。重火器によって破壊された腕の代わりの腕が発生。そのうちのいくつかは取り残された腕の破片を回収しているように見える。部隊への敵対反応は報告されず。1時55分、さらなる SCP-517-1 がカフェテリア1北東の財団内の複数箇所から出現。発生源はカフェテリア1と保管センター 4B 間に駐車された車両から。1回部隊が重火器で対応。2時10分、SCP-517-1 への攻撃は継続。腕は数えきれないほどに増加し、およそ80から100本の腕が絶え間なく北東の多様な箇所から出現。怪我をした、破壊された腕は視界の外へと引っ込む。腕の破片の回収はまだ続いている。財団部隊への敵対反応は報告されず。2時24分、部隊は何度か補充率の保持の困難を報告。発生元への爆弾の使用が許可される。財団部隊への敵対反応は報告されず。2時39分、メール博士と空気遊部隊は離陸。2時41分、腕はカフェテリア1の1階の壁から出現。後の調査により腕が石壁に一定の鈍い力を与えたことによる歪な形の穴ができたことが判明。1階部隊は近接武器により対応。財団部隊への敵対反応は報告されず。2時49分、SCP-517-1 はカフェテリア1の換気口から出現。屋上部隊が対応。メール博士が空気遊に避難しているにもかかわらず、地上の SCP-517-1 はカフェテリア1に向かって手を伸ばし続けている。およそ200本が出現。3時4分、キッチンの排気口を発生源として SCP-517-1 がカフェテリア1の屋上に出現。格子が損壊。腕が損壊させる。3時11分、SCP-517-1 がカフェテリア1北側の施錠された防火扉を破壊。
カフェテリア1の換気口から現れた腕が実行。3時22分、カフェテリア1の排気口から発生した4本の SCP-517-1 がヘリコプターに到達。屋上隊員が対応。3時31分、メール博士はヒステリーを起こし、パイロットに逃げるよう要求。ヘリコプターは南東へ移動。3時33分、SCP-517-1 はヘリコプターのテールから発生。ドアを攻撃。3時34分、左側のリアウィンドが破壊され、搭乗している部隊がブレードで対応。3時35分、メール博士が SCP-517-1 に捕獲される。窓から引き離され、待機していた腕に渡される。その後、上空からカフェテリア1に向かって移動。3時35分、SCP-517-1 がヘリコプターのテールローターに巻き込まれる。パイロットは緊急着陸を試みる。エージェントトラックが重度の損傷を負う。3時36分、部隊は SCP-517-1 の敵対反応が著しく増加していると報告。腕の発生率が増大する。およそ150本の腕が絶え間なく出現し続ける。3時37分、メール博士がカフェテリア1のキッチン排気口に引きずり込まれる。3時37分、メール博士がキッチンに再び現れる。エージェントマシソンが517-1の切断を試みる。しかし捕獲され、メール博士と共に非常口へと引っ張られる。3時37分、エージェントジェルマン、テフラー、シールが捕獲される。防衛部隊の撤退が指示される。3時39分、メール博士、エージェントマシソン、ジェルマン、テフラー、シールが保管棟4、B の入り口扉に引きずり込まれる。外の腕は引っ込み、姿を消す。3時44分、エージェントテッドが手榴弾により保管棟4、B への攻撃を試みる。突然伸びてきた腕に捕獲された建物内に荒々しく引きずり込まれる。3時45分、司令部通信、任務失敗。7時1分、夜明け。7時10分、メール博士、エージェントマシソン、ジェルマン、テフラー、シール、テッドの残骸の塊を発見。